こんにちは、ゆるっとライフのくるみです。今回は9月購入品の紹介パート2です。始まるよ。お父さんがお肉をカットするよ。2時間ほど冷凍庫に入れておいた方が切りやすいよ。今回はここまでです。また見に来てね。Thank you.